ロイヤル衛星衛星画プラネタリウムはオランダフリースラント州のフラーネカー市にあるプラネタリウムである。18世紀に同地の羊毛素毛業者でアマチュア天文家であった衛星衛星画が自宅の間に制作した。現在は旧衛星画邸の建物全体が博物展示施設となっておりオランダの国会遺産にも登録されている。衛星画自身は公教育は 初等教育までしか受けていなかったが、独学で数学と天文学を学び、驚くほど高度な知識を身につけた。エイセ、エイシンガプラネタリウムは、現在も作動する、世界最大最古の機械式プラネタリウムである。エイシンガのプラネタリウムがあるフリースラントは、アマチュア天文家や天文機器製作者が多く、排出した土地であり、18世紀の早い段階で、 ニュートンの物理学も導入され、ニュートン的な宇宙観が広まっていたが、それはあくまで知識階級の間でのことであり、大部分の姿勢の人々の天文学の知識は時代遅れのものであった。1774年春、珍しい天文現象が起こった。当時発見されていた惑星のうち、土星を除く水星、金星、火星、木星の4惑星が、 明け方の空の狭い範囲で会合したのである。そこへ、5月8日には月も加わり、5つの明るい天体が密集することになった。これは、物理学に従う天体の運動の結果自然に発生する現象だが、天文学の知識の乏しい人々にとっては、不安をかきたてるものであった。これに先立ち、ボアズムの牧師エールコアルタが小冊子を発行し、惑星会合が地球、 そして太陽系全体に破滅的な影響をもたらす、と説いた。これによって、世界の終末が到来するという風説がルフし、社会は混乱状態に陥り、行政府が小冊子を押収したり、新聞にこの天文現象の無害さを布告する記事を出したりする事態にまでなった。このような状況を憂慮し、惑星の正しい運動と見かけ上の惑星会合の無害さを、 誰もが見て理解できるような装置を作ろうと決意したのが当時30歳のエイセ・エイシンガであった。死の前年1827年にウィレム・ファンデル行為が描いたエイセ・エイシンガの肖像画。ホラティウスの死の一節から取った星々の輝く展開に至ったという題が付けられている。エイセ・エイシンガは1744年にドロンディープの 羊毛祖毛業者の家に生まれ、1768年に結婚して独立し、フラーネカーに移り住んで羊毛祖毛業を営んだ。栄心川、高教育は初等教育しか受けていなかったが、数学と天文学に並々ならぬ関心を持っており、少年時代から週に一度はフラーネカーに通って、ユークリッド言論を学び、数学や天文学に関する本の執筆もしていた。 また、レーワルデンの数学者、装置開発者、ビツェホブスに影響を受け、その近世太陽面通貨の観測に立ち会い、装置作成や天体観測にも関心を深めていった。1774年の惑星会合を経て、エイシンガーが作ろうと決めた装置は、誰もが見て、惑星の運動を直感的に理解できるように、機械で動く太陽系を縮尺した模型。 すなわちプラネタリウムであった。現代ではプラネタリウムといえば半球型の天井に投影した星空を眺める投影式プラネタリウムのことだが、もともとは惑星を意味するプラネットと場所を意味するアリアムが合体した言葉であって、エイ神話の時代は機械式の惑星運行儀のことであった。その頃、プラネタリウムのほとんどは卓上型の装置であったが、 エイシンガのプラネタリウムは自宅の居間の天井に大規模な装置を据え付ける独創的なものであった。プラネタリウムの天井裏。エイシンガは1774年にプラネタリウムの制作を開始したが、本業に加えて市の三次会員の仕事もしていたので、その作業はすべて空き時間に行うこととなり、7年がかりの作業となった。 プラネタリウムについての予備知識もほとんど持たないところから、計算と製造をはじめ、一部の部品の製作を父親に、時計仕掛けの心臓部となる新鍮製のゼンマイを時計職人に依頼したほかは、すべての車輪、歯車、1万本に及ぶ歯車用の手つなどを、衛進画自身の手で作成した。衛進画は、今の天井の下にもう一つの天井を設け、 その見せかけの天井にプラネタリウムを作り、両者の間にある天井裏にプラネタリウムを作動させる時計仕掛けを組み込んだ。当初衛進画は最適な長さの振り子を動かすため、今に隣接する作り付けの寝台の上に穴を開けて、そこを振り子が触れるように設計していたが、これは妻の猛反対にあい、振り子を短くして歯車なども設計し直すといったこともあった。 それでも、七百七十八年には、機械部分を作動させられるところまでこぎつけ、七百八十年二月には、塗装など外観に関する部分以外が仕上がり、七百八十一年五月に、すべての作業を終え、プラネタリウムが完成した。プラネタリウムの機械部分が完成した直後、フラーネカーにあった大学の哲学教授をしていた、数学者、ヤン・ヘンドリク・ファン・スウィンデンが、 エイシンガが作っている装置の噂を聞きつけて見学に訪れた。プラネタリウムを詳しく調べたファンスーインデンは1ヶ月後にも再び訪れ、エイシンガのプラネタリウムがいかに優れたものかを理解すると、このプラネタリウムの説明を知人たちに書き送り、さらに解説書まで書き上げて、その年のうちエイシンガがプラネタリウムの塗装を終える前に発表した。 ファン数ンデンの本が世に出ると、エイシンガの家には来訪者が引きも切らなくなり、作業を邪魔されないためにエイシンガは、一部の友人、学者を除き来客を締め出さざるを得なくなった。しかし、プラネタリウムが完成すると一転、エイシンガは、あらゆる人に門戸を開き、近隣の人々だけでなく、国中から旅をしてまで訪れる人々も現れた。エイシンガは、プラネタリウムが完成しても、 自身の計画が完結したとは考えておらず、その後も細かい改良を加えていった。また、1784年には、自身の手による豊富な図解付きの説明書を執筆し、二人の息子に残している。もともと今だった部屋の天井に設置された、エイシンガのプラネタリウム。折り足く、エイシンガのプラネタリウムが完成した時期は、ネーデルラント連邦共和国が第四次。 英乱戦争に突入した頃で、それに続く内戦状態による情勢の悪化は1787年に頂点に達した。資産時間員であった英心画は内戦に巻き込まれる形となり、最初ともプラネタリウムとも分かれて逃亡生活を送り、さらには捕獲された上で習慣、追放刑を負わされ、8年もの間フラーネカーに戻ることはできなくなった。そして、 逃亡生活中に妻が亡くなり、エイシンガの家は貸し屋にされてしまったため、1795年にフラーネカーに戻れた時も、エイシンガは自宅には戻れず、家とプラネタリウムを取り戻したのは、その翌年のことだった。エイシンガが自宅に戻っても、プラネタリウムは修理が必要な状態で、修理が済んで再び公開されたのは、その9年後のことだった。 エイシンガのプラネタリウムに訪れた人の中には、国家の要人や有名な科学者の姿もあった。例えば、ネーデルラント連合王国の初代国王ウィレム1世、その子で2代国王ウィレム2世、コリチン公爵家の講師、ザクセンゴーター、医学者、ペトルスカンパー等が訪れたとされる。エイシンガが恒例となってくると、プラネタリウムを訪れた人の中に、 プラネタリウムの存続を懸念する人々が現れ始めた。エイシンガのプラネタリウムを世に広めるきっかけとなった解説書を執筆したファンスウィンデンは1824年にその改訂版を発表したが、そこに寄せられた序文の中でもプラネタリウムが失われる可能性がほのめかされている。ことに、エイシンガの旧友でフリースラントの州知事を務めていたファンヒュマルダは、 国王イレム一世にファンスーインデンの解説書を送るとともに、エイシンガのプラネタリウムを王国が保全することを提案した。これを受けて、ファンヒュマルダと王国政府の教育、文化、科学担当行政官の間で条件に関する折衝が重ねられた結果、王国が1万ギルダーでプラネタリウムをエイシンガの家ごと買い上げ、さらにプラネタリウムの運用、保守を務めるために、 英神が及びその子孫に年間200ギルダーを給付し、かつプラネタリウム運用の責務を果たし続ける限り、その家に無償で居住することを許可するという条件でプラネタリウム所有権の王国への移転と将来にわたるプラネタリウム保全を実行することを1825年にウィリム一世が決定した。プラネタリウムが国有化されると、 フラーネカーの高等学院がそれを所管した。1828年にエイセ、エイシンガが亡くなると、エイセの次男ヤコブスエイシンガが、プラネタリウムの管理を引き継いだ。1859年には、プラネタリウムは王国からフラーネカー市へ移譲され、以降は、市が管理運営の責任を持つこととなった。ヤコブスの後はその娘ショウケが、ショウケの後は、 妹のイエルチェとその夫が、イエルチェの後はその娘、ヒルチェが管理者を務め、1922年4月まで、エイシンガの子孫がこの家に暮らし、プラネタリウムの管理と見学者の案内の役割を全うした。1967年2月21日、エイシンガのプラネタリウムと、エイシンガの自宅であった建物は、オランダの国家遺産に登録された。1990年、 オランダ文化遺産庁が定めた国会遺産の上位100シンガのプラネタリウムも入っており、フリースラント州でこのリストに入っているのは他に、フラーネカー市庁舎、IR、ディカイ・バウダヘマールの2件だけである。プラネタリウムの225周年となる2006年、施設にはロイヤルの冠が授けられ、施設の拡張と模様替えが行われた。2011年8月には、 エイシンガのプラネタリウムはユネスコ世界遺産の暫定リストに掲載されている。エイシンガのプラネタリウムの惑星軌道。エイシンガのプラネタリウムはコペルニクスの体系に基づくもので最大の特徴はそれ以前のものはほぼ卓上型の装置であったプラネタリウムあるいは太陽系儀を天井を見上げる形で作ったこととその大きさであった。エイシンガのプラネタリウムは エイシンガ画亭の今の本来の天井の下に見せかけの天井を金属製の竿でつなげて取り付け、その見せかけの天井に円形の細い刻み目を7つつけて、それを惑星の軌道とした。惑星の軌道は縮尺が1兆分の一、つまりプラネタリウム上の1ミリメートルが実寸の100万キロメートルとなるように設計されている。内側から6つの刻み目は、 当時基地であった太陽系の惑星、つまり水星、金星、地球、火星、木星、土星の軌道に対応している。土星軌道の外にある7番目の刻み目は王道と暦を示す目盛りとなっており、天球上の太陽の位置と日付がわかるようになっている。なお、プラネタリウムが完成する直前にウィリアム・ハーシェルが天皇星を発見していたが、 プラネタリウムの機械部分は天皇星発見よりだいぶ前に完成しており、そこに天皇星を追加する余力はシンガにはなかったし、シンガ艇の今にも天皇星軌道を収める余地はなかった。各惑星は短い金属製の竿で吊り下げられた小さな球体で表現され、中央に絵で描かれた太陽の周りをほぼ実物と同じ周期で回転している。 惑星を表す球体は、太陽側の半球が装飾され、反対側の半球は黒く塗られている。地球、木星、土星には、衛星も示されており、木星には、ガリレオ衛星の4つ、土星にはカゴを示す円盤とテティス、ディオネ、レア、タイタン、イアペトゥスの5つの衛星が付属している。木星と土星の衛星は、小さな球体が針金で固定されているだけだが、 月は地球の周りを回る仕掛けが施されている。実際の惑星の軌道は円ではなく楕円であり、各惑星が固有の軌道傾斜角を持つ、つまりすべての惑星が一つの平面上にあるわけではないので、エイシンガは軌道の近実点と円実点に印をつけ、軌道の円周に沿って太さの変わる白い円を描き、それによって軌道傾斜角を表現した。また、 太陽の絵と地球を表す玉からは、端に球体が結ばれた紐が垂れ下がり、2本の紐を使って地球から描く惑星が見える方向を求めることもできる。A、シン画のプラネタリウムには惑星軌道模型だけでなく、天井と壁にいくつもの文字盤が設置され、年、曜日、日の出日の入り、月の出、月の入りの時刻、月齢、月の昇降点。 近天の再三運動がわかるようになっている。1万本の手製の手つくぎをはめた大小100以上の木製車輪、歯車がプラネタリウムを駆動する。縦に伸びる紐の先には重水がぶら下がっている。プラネタリウムを作動させるのは見せかけの天井の天井裏に構築された時計仕掛けで100枚を超える車輪、歯車、1万本に上る。 歯車用の鉄釘など、ほとんどの部品を、エイシンガが自らの手で製作した。時計仕掛けの革新は、重水の動力で駆動する振り子で、このたった一つの振り子によって、惑星の運行と暦の表示のすべてを制御している。他に、歯車の回転に使われる八つの重水が備わっている。エイシンガのプラネタリウムは、短時間でのみ駆動し、加減速はできない。 そのため、各部が実際に動いていることを視認することは難しい。エイシンガのプラネタリウムは、完成から240年にわたって、やむを得ず中断した間を除いて作動し続けており、その間主要な気候は置き換えられておらず、現役で作動する、世界最古の機械式プラネタリウムとなっている。エイシンガのプラネタリウムは大変成功で、18世紀の 当時としてはとても正確に太陽系を再現している。プラネタリウムの主な設定と実際の太陽系における天体の軌道要素を比較したものが過表である。エイシンガは息子たちに残したプラネタリウムの説明書の中でプラネタリウムの設定とエイシンガが求めた各要素の詳細な数値との差についても記している。説明書の中では各天体、 各文字盤を調整する頻度についても記されていて、順年の2月29日がないため4年に一度、調整が必要な日付の表示が最も高頻度で、惑星の中で最も頻度が高い金星では、歯車の歯一つ、分誤差が蓄積するまで7年半以上、文字盤の指針では、半永久的に調整不要のものもある。また、シンガのプラネタリウムでは、日食、 月食の発生を読み取ることができるようになっており、完成から今日まで実際に起きた日食、月食を再現できなかったことはない。シン画には数学、天文学の際だけでなく、絵心もあり、シン画のプラネタリウムは異象も凝っていて、見る者の,の理解を助ける。そのため、科学的に優れた装置であるだけではなく、芸術作品とも言えるものになっていて、 プラネタリウムの解説書を執筆したファンスインデンもそのように述べている。ギャラリー卓上型プラネタリウムなど古典的な天文機器も展示されている。旧栄心画亭を含む3軒の建物の並び。プラネタリウムと掲げられた旧栄心画亭の2軒りにアントレイ・プラネタリウムの文字が見える。博物展示施設としての衛星、栄心画プラネタリウムには 主役となるプラネタリウムの他にも展示がある。歴史的な天文機器や栄心画の著作、さらには栄心画が設計し1818年に作られた卓上型の手動プラネタリウムなどが観覧できるようになっている。企画展として現代天文学にまつわる展示も行われている。現在、施設は旧栄心画邸だけではなく、 隣の歴史的な建物を借りて、ブラスリーを設置し、さらにその隣の建物を施設の受付窓口として利用している。ありがとうございます。